これから討議していただくのは、岡部長子さんから寄せられた、子ども歌舞伎の魅力、4点ございます。順番に進めていきたいと思いますが、最初に、岡部さんからですね、こういう、この子ども歌舞伎を取るようになったいきさつみたいなものがあったらば、お聞きしたいなと思いますが、岡部さんいかがでしょうか。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。私がこれをこういう子ども歌舞伎とか歌舞伎を取るようになったのはですね、地元の小学校で、子どもたちが伝統文化の継承として、放課後歌舞伎の勉強をしているということを知りまして、取るようになりました。微笑ましいというか、なんか頑張れやって手をはたきたいような感じになります。で、はい、本当はこの4枚は地元の秩父ではないんです。これの4枚は小鹿野歌舞伎なんですが、公表をよろしくお願いいたします。はい、わかりました。それでは順番に行きたいと思います。最初は、楽屋おきび、これは伊藤さんからお願いいたします。はい、単体で評価するのはなかなか難しいんですけどね、私も実は40年くらい前から岐阜中心に歌舞伎を通ってましてね、まあ1点だけというな厳しい話なんですけども、まあ子ども歌舞伎自体は今おっしゃったように一生懸命この小学生なりが、演じて大人顔負けのこの演技をするんですよね。まあ正しい表情のこの写真なんですけども、もう少し楽屋の雰囲気が入った中で撮られるともっと良かったかなという気がするし、まああと一番最後に出てくる舞台の前でという形が一つあるんですけども、私も楽屋歌舞伎自体はなかなか撮ってるんですけど、やはり、楽屋でのね、化粧を待つ子どもたちとか、その緊張感があるものとか、出番前のこう本読みをしてっていう、こうそういったところを撮った方がもともと良くなるじゃないかなというのを思います。で、撮り始めた当時に評論家の方からもらった言葉は、その当日のこの舞台の状態じゃなくて、この舞台をやるためにいろんなその練習したり、いろんな形を入れながら、やはり子ども歌舞伎なり、まあ、地歌舞伎なりを取るべきではないかなという提案をもらってるんですけども、まあ、そこまではなかなか難しいとしてもね、ぜひその子どもたちの楽屋なら楽屋の雰囲気を残しながら入れるような写真を見せてもらうと、まあ、単体自体はきれいに撮れてます。問題はないと思うんですけどね、そういうのが出てくればよかったかなと思ってます。なるほど。はい。小林さん、いかがでしょうか。あ、はい。ですね、岡部さんの写真っていうのは、子ども歌舞伎っていうのは、ある意味では、非常に記録的な写真とも言えなくはないんですけども、一枚一枚見ているとですね、やっぱり単に記録ではないんですね。例えばこの写真なんかも、まるで日本人形のような感じがしますよね。それでこの特にこの足ですよね、足がこう内向きにこういうふうになっているところなんて、とてもなんか可愛らしくて、その真ん中にこうちょっとこう添えた白い手、それから顔はまあ胴乱みたいなので塗って白くなってるんでしょうけども、そういう全体から受ける印象っていうものが、とてもなんか単に記録っていうものを、なんつうんだろう、とだけではないその作品として見られる、そういった写真になってるんじゃないかなというふうに思います。はい。はい。江連さん、いかがでしょうか。今、小林さんおっしゃったようにね、私もこの、足、緊張すると子供さん、撮るよっていうようなことで声かけて、その時に、まあ、こっちカメラ目線するんだけども、やっぱりこの両足の 足の指先、こういうふうに緊張してちょっと気恥ずかしいような感じっていうのが、こういう動作をするんだなっていうのをね、まあ、感じるんですよ。
ですからそういった点ではね、まあ子供ながらにそのあどけなさも隠せないんだろうと思うんだけども、その緊張感っていうのはこの中からほとばしってるような感じを受けました。そうですか。はいはいはい、お願いします。この方に、お尋ねしますが、どのくらい撮ってらっしゃるんですか、これ。何年ぐらいこの作品。さん、はい、15年ぐらい、あの歌舞伎を撮ってます。この子供歌舞伎をですか。子供歌舞伎でとはあれじゃなくて、あの、あ、自歌舞伎を撮ってます。ああ、そうですか。はい、あのこの3枚をちょっと拝見させていただいてですね、素晴らしい、いいテーマだなと思ってるんですよ。いいテーマだけにですね、もっとこの3枚の作品では特に私が気づいたのは、光の利用ですね。光の変化、作品は構図と光なんですよ。その光のですね、最高の方をお考えになられるといいこと、あの素晴らしい作品に、レベルアップというかグレードアップするんじゃないかという気がいたします。フランスでお願いします。あの岡部さんはとにかく、あの私はこういう写真を撮るのに、結局被写体と撮影者との壁っていうのがね、あの間に壁があるっていうことが最大の、あの難点じゃと思ってたんですけれど、この非常に長い間通ってもう壁がないんですよね。で、岡部さんがもう自由にその写真カメラを振り回してるっていうのが手に取るように分かる。それがまず第一に素晴らしいなと思う点 で、第二はね、岡部さん その写真を撮るという行為がね、非常に慣れてるっていう感じなんですよね。それでこの3枚の写真パッと見た瞬間にね、このどなたかもおっしゃったけれど、この最初の女の子はこの足と手と顔とこの3つのリズムなんですよね。で、次の写真は、あの要するに手前にのれんかなんかの間からこう透かして物を見るっていう、あの写真の技法としてあるんですかね。ちょっと隠れて台本を練習してるというのを見せる場合に、手前にね、カーテンをこう置いたりなんかするんですよ。そういうふうな、その、そっとか、あの、舞台の袖でやってるというような感じを引っ張り出そうとしてるんですよね。で、その3番目の写真はもう一番私秀逸だと思うんだけれど、その写真カメラが持ってるその遠近法っていうのをね、引っ張り出して、その顔を思いっきりそこに置いて、それで右の奥に舞台を見せてるんですよね、アウトフォーカスで。そうですね。で、ここら辺はね、やっぱり手に取るように自分の写真とレンズに慣れてるっていうようなことと、あとその被写体との距離感が非常に近くて、自由にカメラをね、動かしてるという、そういう意味で、とってもとっても、私感心しました。はい、ただ一番最後の写真なんですがね、あれはね、私類似作を随分いっぱい見てるんですよ。で、だからお互いの世界でもあれと同じ写真がいっぱい出てますよね。ですからあれはね、あんまり、要するにもしおやりになるなら、真っ白の顔の中に目と鼻と口だけがあるんだけれど、それが子供っぽい仕草みたいなのがなんか一つプラスされたら満点だったと思うんですよね。はい、以上でございます。はい。ちょっと、すいません。ちょっと言い遅れましたので。はい。このようにですね、岡部さんが、長年、その、被写体というか、子供さんとですね、コンタクトしてというか、コミュニケーションを十分果たしながらですね、作りながら、こういうバックステージの写真を撮っていらっしゃるというところは素晴らしいと思います。いい作品が必ず生まれるはずだと思いますので、頑張ってください。ありがとうございます。以上です。はい、では次に参ります。それでは若武者、これは小野田さんからまず一言お願いいたします。はい、これは1枚目の写真と違って、ごく自然なポーズをしているですね、この女の子ですかね、役者さんを、幕間からこう撮っているというふうな、まあ、非常に自然な感じで、
このモデルを撮ってると思うんですね。で、一つは、非常にこう衣装とかですね、この紫色のマークもとても綺麗ですし、そういうふうな色を見せるというような感じで、非常にこう光が逆光気味で、台本がですね、ちょっと顔の方に反射して、顔がとても美しく、撮れておるとですね。うんうん、ただ、先ほどおっしゃったような一枚目の写真っていうのはもう、やはりこの、役者さんが白く塗ったっていうところにもうその役に半分なりかけているけど、何かその自分の今までのことを考えて非常にこう不満があるというふうな表情が出てる、とても面白い写真だと思うんですけど、こちらの方はもうそういう人が見てるということは自ら自意識がないので、この台本読むのに集中してるという非常に真剣な感じなんです。やはり顔の表情の中にはやはりもう随分練習されてきて、もう完全にセリフを覚えているのに、この寸前になってまだちょっと見てるという、なんかその舞台に出る不安感とかですね、顔の表情に出てる。これはもうちょっと顔の表情とこの台本だけはアップして、モノクロかなんかで撮りますとですね、今言った緊張感と不安感ですね、それからもう役を演じる楽しさとか、そういうものがこの顔の表情に出てると思いますので、そこはモノクロの方が顔の表情もですね、色にごまかされて表現できると思うので、一度モノクロの写真を見てみたいというふうに思います。以上です。はい、小林さんいかがでしょうか。いや、僕はなんていうかな、台本がこうレフ版代わりになっていて、うん、顔の表情っていうのが非常になんつうならみずみずしく映っているんですね、うん、でそれはやはりこの年代の持つこうなんだろうね、特有な美しさっていうのかな、そういったものがこの表情の中からなんか伝わってくるように思うんですね、うん、ですから僕はそこの一点だけでもこの写真は素晴らしいなって思いますね、うんうん、吉田さんいかがですか。はい、皆さん言ってる通りだと思いました。私もまず岡部さんの背景の選び方がまずうまいっていうのは全ての写真において感じました、最初見た時で。その中でやっぱり歌舞伎役者の中でもこう年齢差がちょっと違う人並べてたり、3枚目は男の子だったのかな、うん、違いとかもいろんな状況に合わせて撮影してるなっていうのが感じました。他のご意見ございませんか。はい、一言です。はい、岡部さんにお尋ねします。はい、この作品を写真をですね、フォトショップかなんかでデタッチでいじってませんか。これ少しはいじってます。はい、コントラストとですね、サイドが少し上がってリアリティがですね、落ちてきてるとはいいうふうな感じを受けます。出を待つ、これは渡辺さんからお願いいたします。はい、これ拝見したときに右の奥の方にこれ舞台が映ってますね、はい、それとはまた別に、これは舞台の方はアウトフォーカスで少しボケてるんですけども、左の方はいざこれから出番だという少年の顔、うん、これが大きく映ってるんですけども、この2つのコントラスト取り合わせ、うん、これが非常にそのフレーミング上で面白く私は映ってると思います、うん、奥行き感というんですか、はい、ある種ある一定の時間だけにこの発生するこういう世界だと思ってるんですね、うん、あとこの男のこの顔、それから奥に映っているアウトフォーカスの実際に舞台やってる、この2つの世界を見る人がどう関連づけるか、これはそれぞれだと思いますけども、そういうその創造性をの余白をこう残してくれてるという。これが写真のフレーミングの面白さ、巧みなところだと私は思います。なるほど。はい。他の方はいかがでしょうか。伊藤さん。はい。いかがですか。
まあ、フレーミングの話は別にして、これ、出を待つっていう話でしたよね。まあ、これ、袖のところから、出てくる、袖っていうか、このところからというんだと思うんですけども、もう少し、対比の中では少し人物の捉え方が、大きすぎるんじゃないかなということと、こちら向いて、出を待つのかなという、その不思議さが感じられるんですよね。まあ、舞台を見ながら、横顔で見ながらっていう写真であれば、もっともっと表現が良かったんじゃないかなという思いがするんですよね。ものすごい小さくて、アウトフォーカスはもちろんこれはこれでいいんですけども、正面こちら向きじゃなしに、半身向こう見てた方が、表現に合ってるんじゃないかなという思いがするんですよね。では、辛口の、今日は辛口で池田さん、一言どうぞ。いやー、フレーミングがいいですね。これが現実というか、その、こういうステージでできるかどうかっていうのは別問題なんで、ちょっとその、あれに、意見を言わせていただくと、この主役のこの息子さんですね、子供の、フォーカスのある人、この人が、シャドウの中に入ってたらいかに高い、いい作品になるんじゃないのかなと想像してました。以上です。なるほど。それでは次に参ります。面、山崎さん、まずお願いいたします。はい。これだけ見て、なかなかコメントするのも難しいんですが、いわゆる、ただこの表現しようとしているものがにこう作者の気持ちが何があるのかなと、まあ、この顔の面白さだけ、まあ、それが見た人の感情なのか、この人物、映されている人物の表現なのか、そこらでこう作者がこれで何を表現しようとしたとものかというのが捉えづらい。まあ、これは1枚だけ見せられてるからそう思うんであって、さっきのこう一連の流れの中の一コマとして、子ども歌舞伎の魅力を伝える中にこういうのもあっていいと思うんですが、なかなか1枚では表現しづらい。ただ、あまり子どもらしさが感じられない。顔ですね。まあ、化粧してるから、そうなるのかもしれないんですが。小林さん、はい、この作品はいかがですか？そうですね。この作品は、やっぱり今までの記録性だとか、それから写真から受けるその情感だとかっていったものは、全く排除されてる写真ですよね。顔の主要な部分だけを残して、あとはその真っ白くその飛ばしてしまったような感じの中から見えてくるものっていうのは、なんかむしろこう、なんだろう、デザイン的っていうか、グラフィック的っていうのか、写真でもちょっとこう、一つこう分野をこう変えてみないといけないような、そういう写真なのかななんて感じてしまいますね。それでは福永先生から改めてこの最後の面について一言お願いしたいと思うんですけど、先ほどどなたが言ったのに尽きると思うんですよね。他の3枚は私は二重丸なんですよ。でこの最後の表現に関しては、実は今ちょっと手元にあった写真がこれ見えますかね。これ見えます、見えない。このぐらいで見えますか？あ、見えなくなっちゃう。ちょっと、あ、そうですね。ちょっと見えますかね。見えますか？この、ちょっとお待ちください。一回画面共有外してみますので。はい。これで。はい。どうぞお願いします。あ、見えますね。見えますか？目と鼻ですか？目、鼻だけなんですよ。眉毛とね。はい。はい、実はね、これ、そう話したのはね、この真っ白毛のところにね、目と鼻だけの表現っていうのはね、結構あるんですよ。多いんですよね。
ですからね、どなたかおっしゃったように、あの写真だけがその子供っぽさがないっていうようなことを指摘されてましたけどね、確かにそうなんですよね。あれ、例えばね、子供がよく作る表情っていうのがあそこに現れれば多分満点、全部満点だったと思う。これだけがね、やっぱり大人なんですよね、ちょっとね。だけど私はやっぱり他のものを含めて、その、作者がね、はっきり言ってもう、岡部さんがあれですよ。そのやっぱり通うことによって、通う中から、そのカメラというのを自由に振り回して、その場所で自分の自由なる表現をするんだっていうのがね、にじみ出てるんですよね。ですからね、まあ、よしあしは後で出てくると思うんですよ。だけど、その前段階のその自由に撮る、表現する、そこから画像を引っ張り出してくるというね、この行為がね、成功してるんで、この延長線上には必ず、まあ、グランプリがあると思いますよ。間違いないですね。では、以上をもって岡部さんの講評を終了させていただきます。